マジックオブライフで桜川。ということで、はい、ダーティーオールドメン、今新しくなって、はい、マジックオブライフという、はい、バンドに改名した、はい、バンドの桜川をお送りしております、はい、この曲はですね、はい、何年か前に友達に教えてもらって、はいはい、ダーティーオールドメンっていう名前だけは知っててんけど、うん、聞いたことなくて、うんうん、でそいつが一番そのダーティーオールドメンでおすすめする曲がこれやと、ほうほう、で聞かせてもらって車の中で、うん、でも一発で好きになって、うん、その年はもうこの曲ばっかり聴いてて、へー、多分その1年で一番聴いた曲が多分これかなっていうぐらい聴いてて、でその翌年ぐらいの新年会で、うん、あのボイトルの先生が開いてる新年会、はいはいはい、ミュージシャンがたくさん集まるわけ、はい、そこにこのボーカルと、うん、ノブと、うん、ギターの匠が来てて、うんうんうん、でそこであの友達になって、ほう、でその次のライブにすぐ遊びに来てくれて、はあ、はいはいはい、で匠とかそっからはもうすぐ、うん、なんていうの、番号交換してさ、うん、そのまんまっていう関係性結構あるやん、あるな、うん、じゃなくてもうすぐ誘ってくれて、うん、ご飯の食べる場所も予約して、うん、何時何時みたいな感じですげえグイグイ来てくれて、うんうん、ライブが響いた、うんうん、もちろん俺もこの曲好きやし、うん、まあ、そうなんか音楽でちゃんとつながれてると仲良くなるタイミングもすごく早くて、うん、まあ、出会いの春、うん、ね、いいですね、春の楽曲で、うん、はい、僕に新たな出会いをくれた、あのスタジオとかにも来てくれて一緒に走って帰ったりとか一緒に走ったりしたもんな、そうボーカルのこと、うん、もうこの匠と、あの今日ラジオ来るちょっと前もあいつ俺んちおったからね、うん、今もおるんちゃう止まってんすか、うんうん、マジックオブライフ、はい、桜川でした、はい、よかった。